日米二分球が走る昭和16年、日本各地の航空隊から選抜された優秀な搭乗員たちが鹿児島県錦江湾に集結していました。まあ1000時間を超える飛行時間にですね、練度の積んだまさに最強の搭乗員たち、まあ、当時世界のどこの航空隊に行ってもエースパイロットになれるだろうと言われた実力の持ち主たちなんですけれども、その中にはですね、参謀職から再び操縦桿を握ることになる淵田光雄中佐ですね、雷撃の神様と言われた村田重治少佐の姿もありました。訓練は特筆され、攻撃場所も伝えられず、ただただ日々猛特訓を積むだけだったんですが、特に観光の部隊はですね、水平爆撃と雷撃部隊に二手に分かれ、日々月月火水木金金の猛特訓に明け暮れます。雷撃部隊はですね、水深60メートルが必要と言われる魚雷をですね、12メートルの水深の中で成功させなければならないという、まさに難題を突きつけられたんですけれども、魚雷の改良、さらにはその熟練の腕でそれが可能になります。11月18日大分県の佐伯湾に集結した搭乗員たちはですね、そのまま北海道択捉府一カップ湾に向かいですね、6隻の空母に分乗し、そしてこの攻撃目標に向かいます。1941年12月8日真珠湾攻撃の始まりでした。東北の一角青森県弘前にですね、骨太の航空機を作り続ける弘前航空隊があります。彼とはですね SNS で知り合いまして、以後交流を深めさせていただいてるんですけれども、 お酒やプラモの話とかね、地元の話や、歴史の話で、いつも盛り上がるんですけれども、ある時ですね、彼の作った航空機の画像を見せていただく機会がありまして、その完成度の高さにですね、度肝を抜かれたことを覚えてるんですけれども、陸軍機の将棋とかね、総発機の塗料や月光ですね、このクオリティの高さ、重厚な作り、随分僕刺激を受けまして、過去に作った一式陸攻とかね、96式陸上攻撃機なんかも引っ張り出してね、出直し彼に習ってですね、したこともあります。普段ですね、彼の作品を見てて、この仕上げはどうやったんだろうとかね、この部分の読み込みなんてどうやってるんだろうっていうのを、布団の中に入ってですね、考えながら、想像しながら、眠りに入るみたいなこともよく、あったんですよ。で、彼、YouTube チャンネルの方は保有しているようですが、動画の方はですね、まだアップはされてないようなので、彼の作品をですね、この世に出すというね、これが我がチャンネルからということで、随分光栄に思ってます。彼の航空機ファンの一人としてですね、早く彼の作品群が動画になることを祈ってます。でですね、今回この真珠湾攻撃の依頼協力した時にですね、快諾していただきまして、彼曰くですね、普段は漠然とプラムを作ってるんですけども、こういう企画の中で企画に沿った機種を作るというのは随分楽しかったですと言っていただきまして、僕も頼んだ、よかったなと心から思ったんですけれども、またこういう機会がありましたら
いつでも声をかけてくださいと言っていただきましてね、僕その日のうちに看板を送ろうかなと思ったんですけれども、僕もね、彼の作品に刺激を受けた一人としてですね、彼ともコラボしてみたいじゃないですか。彼のこの97看護と、近いうちに作るであろう、僕の救急看板、この真珠湾攻撃ではですね、欠かすことのできない機種ですから、シリーズで、コラボしたいなと思ってます。負けないように早く着手しなきゃいけませんね。年末の忙しい時からですね、年明けというね、多忙な時期、貴重な時間の時に、無理言いまして、それでも完璧に、こなしてですね、このような貴重な、いくつもの画像を送っていただきまして、弘前航空隊にはですね、随分感謝してます。ありがとうございました。いい動画になってると思いますので、よろしくお願いします。昭和16年12月8日ハワイ近海に出現した機動部隊から午前1時30分第1次攻撃隊が出撃、追って2時45分第2次攻撃隊が出撃しました。97式艦上攻撃機は全143機、800番、250番、60番を積んだ水平爆撃隊が103機、91航空魚雷を搭載した雷撃隊が40機でした。2時40分、熊野切れ間にオアフ島か北岬を発見、突撃態勢が取られ、3時19分、真珠湾上空に到達。攻撃指揮官、内田中佐は全軍突撃を命じまして、3時22分、トラトラトラを打電、我、奇襲に成功せりですね、受信した司令部はですね、赤城了解と返信、奇襲の成功を知って、草加参謀はですね、南雲大将と手を取り合って、涙したと言われています。米軍はですね、日本の航空機だとはもう夢にも思わなかったようですが、主翼の日の丸を見て、皆が状況を理解、各員配備につきます。しかし時すでに遅く、飛行機からも火の手が上がりまして、8時ですね、最初の魚雷がウエストバージニアに命中、さらに艦砲爆撃隊が投下した800キロ爆弾がですね、アリゾナに命中、15分後にはカリフォルニアが阪神沈没、ウエストバージニアが炎上、メリーランド、テネシーも大破という、もう大混乱の中ですね、4時25分、第2次攻撃隊がですね、全軍突撃、ネバダ、ペンシルバニアを行動不能に追い込み、駆逐艦3隻に大損害を与え、太平洋艦隊は一瞬にして壊滅して、しまいます。敵将キンメル司令長官はですね、この大敗北で、自身の海軍生活に終止を打つんですが、アメリカのこの海軍の未来はですね、チェスター・ミニッツの手に委ねられることになります。